はい、えっ、ー、と、銀座三越の、えー、三笠海館ソロカツ。えっ、ー、と、コンポタ、とっても美味しかったです。ね、すごい見た目もあの、綺麗で上品でね、器も素敵ですね。ね、本当にいい感じですね。ね、日本の、ね、美味しい、日本人向けの美味しい洋食です。そして、ハンバーグが来ました。ね、ハンバーグもね、あの、間違いない感じで、 あのとってもも美味しいんですけれどもあのね今回ちょっとね一番実はね今までい何回か食べてるはずなんですけれどもちょっとねあのー、結構ねあの表面が少し焦げてたんですね。それがやっぱ私的にアンチエイジング的にあんまり焦げが良くないのでちょっとね 気になっちゃってそれ以外はすごい満足だったんですけれどもねで多分なんですけれども私が最初にあのレアがすごく私苦手でこの間のね鶏肉生焼き事件皆さんに本当にご心配をおかけしてね大丈夫でよかったんですけれどもやっぱあのトラウマもあったしやっぱりなんかレアのハンバーグとかも私すごいダメなのであのー、こねあの一応多分ここのはしっかり通ってたはずっていうのは分かってたんですけれども一応念押しで あのちゃんと火って通ってましたよねってあの聞いちゃったんですね。久しぶりにこれ食べるので。これね実は最後にねあの母がと最後に来た時に食べたのがこのハンバーグだったんですね実は。でその時に母がね一回良くなったのにまたちょっと食欲がなくなってきてる時であのー。 ちょっとねこのハンバーグをも,も,もう食べれなくなっちゃってたんですね半分ぐらいしか前はあの食べれたのになのでねそのトラウマがあってなの実はずっとこう頼めなかったんですねこのハンバーグだから前に来た時も照り焼きチキンにしたんですけれどもそれも好きだからなのでねなんか胸が詰まって食べれなくってでもね今回やっぱりその方のを見てまた行こうっていう気になってね 乗り越えたたたたくてまた来たってま来っっいうのもあったんですねなのであの久しぶりだったのでねあのなので私がちょっとその火がちゃんと通ってますよねって言ったので多分ねあのすぐにそういうのは本当にあの気をつけてくれる感じだと思うのであの気を利かせてねあの焼いてくれたんだと思うんですね一生懸命。だからやっぱりどうしてもねよく焼きにしちゃうとハンバーグってやっぱりあのどうしても焦げちゃいますよね。 なのでね、あのしっかり火は通ってたんですけれども、ちょっと表面がね、焦げちゃったんだと思うんですね。なのでね、ちょっと焦げがね、やっぱりあの少し気になったんですけれども、お味は美味しかったです。はい、えー、こちらが、えー、っと、もちろんご飯ですね。で私がやっぱ三笠会館が好きなのは、 あの、ご飯が選べるところですね。資生堂パーラーとかもなんですけど、やっぱり洋食屋さんでね、あの、まあフレンチとかイタリアンだとこもパンって決まっちゃってるところも多いじゃないですか。でもこういう洋食屋さんだと、あの、ちょっと日本人向けの洋食屋さんっていうのかな。だと、やっぱりパンとライスと選べるのがすごいよくって、こういうところだったらね、今でもこのグルテンフリーを、あの、緩く実践してる私でも着やすいので、あの、すごい嬉しいんですね。なので、まあもちろんもちろん、 あの、ご飯にしました。ね、ご飯だと手も汚れないしね、あの、すごくいいですよね。はい、えー、こんな感じでね、このハンバーグですね、スタンダードな、本当こちらもね、あの、みんな、あの、誰もがこう、食べて美味しいなって思うようなハンバーグだと思います。このね、人参の、あの、ね、付け合わせと、ワンシン感がありますね、このポテトとね、もうこの、なんていうのかな、 もういわゆる洋食屋さんっていう感じのね、上品でいいですね。でこの人参のグラッシも母が苦手でしてね、でも私は大好きなんですね。でも母はね、その私に嫌いにさせないように、もう今まで多分何回も言ったと思うんですけども、人参を私の前で美味しい美味しいって本当は嫌いなのに食べて、 あの私を人参好きにさせておいてでそれでねあ,のあとあとね人参の,のグラッセをあのいつも洋食屋さんにいた時にあのプリンセスにねこれねあ,あげよっかって言って私はえーね、母も好きなのにくれるのってでも嬉しいからもらっててありがとうありがとうって言ってもらって食べてたんですね <laughs> それをねいつも思い出します、うん、私をね人参好きに、まあ、させてくれて。 ね、それで人参のグラスをいつもねくれてたんですね。<laughs> そのエピソードをねいつもね思い出してね私にお,お人参嫌いにさせたくなかったからそうしてたんだよって後で聞きました。うんそれをいつもこれを見ると思い出します。続きます。